始まるよ。皆様こんにちは、まおです。本日は東京リベンジャーズ血のハロウィン編のグッズが届いたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。それでは早速始めていきます。まず1点目がこちら、ちふゆくんのクリアファイルを2点購入いたしました。クリアファイルを2点以上購入することってなかなかないんですけど、今回のビジュアルが本当に過去一番の好みだったので2点購入いたしました。これ表なんですけど、裏面はこんな感じで、これのねドアップっていう感じで本当に素敵でございます。キャラクターのビジュアルもそうなんですけど、後ろの背景もとっても凝っているので迫力がすごいですね。このタスキが本当に大好きなんですよ。特攻服にタスキっていいですね。マジでいいそんな感じで2点購入いたしました。続いてがアクスタですね。アクスタの方はちふゆくんとカズトラくんを購入してあります。まずちふゆくんはジャムで3点購入しました。そしてカズトラくんの方は2点購入しました。なんか3点購入した気がするんだけど、2点しかなかったので、なんでだろうね。多分買ってなかったんでしょうね。とりあえず2点以上は買えてよかったです。ちふゆくんのビジュアルももちろん最高にいいんですけど、何よりこのカズトラくんのね、顔といい全身といい、カズトラくんのアクスタの中で過去一番に好きかもしれない。本当にいい。台紙の方もとっても凝っているので、台紙外さずに飾りたいんですけど、幅を取るためアクスタね外して棚の上に飾りたいと思います。たくさん買っといてよかったです。続いてが最後となります。最後は一番楽しみにしていた缶バッジコレクションですね。こちらの方をこんな感じで全部で12ボックス購入してあります。もう本当に本当に楽しみにしていたこちらの缶バッジなんですけど、今回はフルカラー缶バッジとキラキラグリーター缶バッジがランダムで1個ついてくるっていう感じで、全部で8個入っているそうです。今回の狙いはちふゆくんのグリーター、あわよくばカズトラくんのグリーターをゲットしたいなと思って購入いたしました。今回の動画は購入品のみとなるので、次回の動画でこちらの開封をしていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。まおでした。